どうも、セイラです。ということで、今回からですね、ぬくもりゴールデンウィークという企画で、10日間連続で動画を上げていくっていうことをやっていきたいなっていうふうに思ってます。そして、一貫として、ぬくもりを持っていくですね、心にぬくもりを持っていくために、何を大事にすればいいのかっていうことを、10日間連続で話していこうと思っていますので、この10日間で、 たくさんこう学ぶことがあると思うんですよ。で、その学んだことをどんどん実践して自分が日々それを基準として人と接することができるようになったりだとか、それを基準として何か物事を考えれるようになったりとかってしていってほしいなっていうふうに思っているんですね。なので、ここで学んだこととかをどんどん実践していってほしいなっていうふうに思っているんですけれども、人が 変わっていく瞬間の話をまずしておきたいなっていうふうに思うんですよね。うん、人ってね、なかなかこう自分を変えることができないっていうふうに考えている人ってすごく多いんですよ。で、人が変われない、自分が変われないって思っている時っていうのは、変われない人はどんな考え方の特徴があるのかっていうと、要はですよ、劇的な出来事を求めているっていうことなんですね。劇的な出来事を求めている。例えば、自分はこの環境にさえ行けば変われるんだとか、 もっといい学び方をすれば頭が良くなるんだとか、うん、もっと僕はこういう生活ができていたらとか、お金があればとか、変われるのにみたいな風に考えるということなんですよね。でも実際人っていうのはそうやって劇的に変化していくものではないんですよ。じゃあ人はどうやって変わっていくんですかっていうと、コツコツ今を変えていく人なんですよね。コツコツ今を変えていくからこそ、ちょっとずつちょっとずつ人生が変わってくる。 ちちょっとずつちょっっっととずずつつ目の前のの前選択の仕方が変わってくる。だから人生が変わってくるっていうことなんですよ。これを絶対忘れちゃいけないよってことです。自分が変われない理由はよそのどっかにあるんじゃないんですよ。 自分が今目の前の問題と向き合わないことにあるっていうふうに捉えた時に初めて自分の人生っていうのは動き始めるんだよっていうことなんですねだから絶対にそこは忘れずに、えー、自分が何を頑張っていくにしても何をしていくにしてもまず自分の目の前に意識を向けないと変わっていかないんだっていうことは忘れないでほしいなっていうふうに思うんですねノウハウとか方法とか環境とかじゃないんですよ要は自分が今目の前の何を変えていくのかここがすごく大事だよっていうことです これを絶対に忘れないでほしいなっていう風に思うんですね。で、一番大事なのっていうのは、やっぱ自分は変われないっていう、その思い込みを捨てていくことなんですよ。 自分は変われないっていうのは結局今までのルートで今までの延長線上だと変われないってことなんでそうじゃないじゃないですか今この瞬間から変われば人生っていうのは変わるんですよ今までは A っていう選択肢を選び続けてきたからずっと A っていう人生だったんですよねでもこの中で急に今 B を選ぶことができるようになったとしたら自分の人生は B の方へとシフトしていくわけですよすると人生は変わっていくんですね 人生っていうのは何で変化させるのかっていうと選択を変えること行動を変えること言葉を変えることそうやって自分が実際今目の前を変えていくことによって変わっていくっていうことなんですよだからこうやって今例えばコロナっていうものがドーンと襲ってきてね自分たちの生活っていうのが変わってきているじゃないですか今までだったら遊びに行けるところに遊びに行けない今までだったらゴールデンウィークだったらもっと海へ行ったりだとか夜景見に行ったりだとかってしてたのにそれができないじゃあ それを嘆くのってすごいもったなくないですかってことなんですよ。だって今までと違う流れをドーンってくれてるわけじゃないですか。じゃあ、その流れに乗っかっていればいいじゃんって話なんですよ。その流れは僕らの今までを壊しに来てくれてるわけなんだから、じゃあ、新しい自分の人生をここからさ,させてやればいいじゃんってことなんですね。そのための10日間にしてほしいなと思ってるんですよ。ただから今日から絶対にやってほしいこと、それは自分はこの瞬間に変わり始めたんだ。変わり始めるんだっていうふうに決めることです。 この10日間で必ず変わるって。自分の人生を語るストーリーテラーだったとしたら、自分の人生は、あの2021年だっけ ?2021 年の 4月の後半から5月に変わり始めたんだっていうように言えるようなそんなイメージで生活してほしいしこの10日間をそういうイメージで過ごしてほしいんですよだからあ自分ってこっから動き始めるんだ自分こっから変わり始めたんだっていうターニングポイントにしてほしいってことなんですねこれを決めることで人って変わっていくんですよ人って何でもそうなんですけど決めることによって動くんですね僕たちは水を飲もうって頭の中で決めるから蛇口に手をかけるわけじゃないですかコップを手に取るわけじゃないですか 他にも、よし、家を出かけようって思うから、家から出かけようと思うから、鍵を持ってあの、ドアを開けて、でそのまま外へ出ていってで、ドアの鍵ガチャって閉めて出ていくということをするわけじゃないですかで。そうやって決めることによって僕ら動き出すんですよ。脳っていうのはそういう仕組みになってて、何かを決めるから行動するんですよね。何も決められないから行動できない。だから何かを決める。だからこの瞬間に変わり始めたんだって決める。だから人は変われるってことなんですよ。これをえ忘れないでほしい。だから 絶対にに今この瞬間にも自分は変わり始められるんだ自分はこの瞬間で変わるんだっていうふうに決めていくことがまず変わる第一歩だよってことなんですよね。だから、そこをまず絶対徹底してほしいなっていうふうに思っています。その中で、それを決めた上でですね、えー、ここから自分の心を温かくしていくためにどうしていったらいいのかっていうことで、今回はそのネガティブになってしまう原因ってあるじゃないですか。でネガティブになっているときって自分のことをしか考えないですよね。ネガティブなときに人の幸せとか願えないと思うんですよ。ネガティブ の時っていうのはどうしても、えー、自分が不安になったりとか自分が悲しい気持ちになったりとか自分が虐げられてるような気持ちになったりとかってして人のことを思えない自分の気持ちもどんどん下がっていって何も楽しくないもうどうでもよくなってきたみたいなえそんな風になっていくじゃないですかいやそうなってしまう時って一体何が原因なのっていうことをちょっと話していきたいなっていうふうに思っているんですねでどうしてネガティブになるのっていうことなんですけどネガティブになってしまう人っていうのは結局好きができてるんですよ好きですね 好きっていうのはどういうことなのかっていうと例えばこう時間があるとか暇を持て余してるとかっていう時っていうのはあの何か 何もしないじゃないですか、僕たちっていうのはね。でも何もしないときでも実は脳っていうのは何かを考えようとするんですよ。何もしていないけれども脳は働くんですね。でも何もしていないから脳は何を考えるのかっていうと結局マイナスなことを考えるんですよ。人間っていうのはどうしてもこうマイナスな、ネガティブなことを考えて危険を察知したりとかってしてきたから、今までね、過去に。例えば、えー、猛獣がやってきたらどうしようとかって思うから猛獣が来たときに対策できるわけじゃないですか。でそうやって脳っていうのは 生存するためにマイナスなことの方が、えー、多く考えれるように脳を作ってきたんですよね。でも現代ではそういった猛獣に襲われることとかっていうのはないわけじゃないですかで。だからその時に暇を持て余してしまった時にどうしても自分がマイナスな方に行ってしまうようなことを考えてしまうんですよ。別に命の危機はないのに脳は勝手にマイナスなことを探してしまうんですね。だから隙を作ってしまうと自分の心っていうのはマイナスにマイナスに。 偏っっててしまうっていういことなんですよだから自分の頭の中でぐるぐる考えてしまう人っていうのはかなり危険でその時には絶対にネガティブな妄想がどん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 膨らんでいってあの人はきっと私のことをこういうふうに思っているんだみたいな,なんかこうネガティブな発想がどんどん生まれてきてしまったりとか自分で一人ぼっちなんだみたいなことを考えてしまったりとかってするんですね。でそういうい時に 脳がハッキングされててるってことなんですよ脳の回転数が落ちるんですね、うん。僕たちは何もやることがなくて何も考えなくていい時に自分のことを考えるんですけど自分のことを考える時っていうのは基本的には回転数が落ちてるじゃないですかダラダラしてるし、えー、家の中でねこうなんかごろンとする時とかって別に回転数上がってないですよね。その時にこうなんか例えば、えー、人から認められたいとかあの時こういうふうにされたトラウマがあるとかっていうのがスッて入ってくるんですよね脳に。 こういうことを間が入るって言うじゃないですか。で、間、まあ、ですね。間、まあ、っていうのは実は間なんですよ。 何かと何かを考える間であったりだとか、何もしていないこの間、ここに間が入るんだよってことなんですね。だからよくネガティブな時とかもそうだと思うんですけど、基本的に暇な時じゃないですか。なんか時間があって家でなんか三角座りしてる時とか、そういう時にこうさって間が入ってくる。えー、なんかこう脳があんまり働いてる時にパッって入ってくるじゃないですか。めちゃめちゃ忙しく仕事をしている時とか、めっちゃ勉強してる時とか、めっちゃ読書してる時ってネガティブにならないじゃないですか。なんでかっていうと間がないからなんですよ。入る隙間がないんですよね。だからネガティブにならないんだよってことです。 なので、そうやってこう、どん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 、こう、隙を作らないように生きていくっていうのが、すごい大事になってくるんですよね。どうしても、なんかこう、連休とかになって、外にも行けないってなってくると、余計なことばっかり考えてしまったりとかってするんですけど、そうじゃなくて、しっかりとこう、間を作らないように生きるっていうのが大事なんですよ。だから、目的意識を持つっていうのはめっちゃ大事なんですね。目的意識を持つ。今日の この一日は何を大事にするのかとか今日この一日でこれをやろうこれをやろうみたいなことを決めるとかこの時間でしっかりとこれをやってこの時間にはしっかりとこれをやってとかねあの人のことをなんかこう愛を込めて祈ろうとかそういう時間が大事だよってことなんですそうやって間を作らないうん自分が無意識に無防備に 頭を晒しているような状態ですね。こういう風にしてしまうと、さって間が入ってくる。だから、そういうの、間が入ってくる時で例えばどういう時なのかっていうと、ぼーっとツイッターを見ている時とか、なんかぼーっとポケーとテレビを見ている時とか、なんかこう、スマホをいじりながらテレビを見たり、何かしたりとかってしてる時とかっていう風に、そういう時っていうのは脳の回転数が一気に落ちてるんですね。 でこれは実際に言われてて、ツイッターをやってる時とか、YouTube をダラーっと見てる時っていうのは、脳がほとんど機能していないらしいんですよね。どん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 、こう、なんていうかな、下っていくというか、坂を下っていくようなイメージで、何も考えれなくなってくるんですよ。 これって、あの、経験あると思うんですよね。バラエティ番組ずっと見てたら、もうなんか何も考えたくなくなってきて、どうでもよくなってきて、もうなんか別にあんまり見たくない番組なのにずっと見,ちゃ見続けちゃうとか、YouTube でもあるじゃないですか。別にそんなに見たい動画でもないし、動かなきゃいけないなと思ってるんだけれども、そのやる気がもう全然全く出,出てこなくて、なんか関連動画からどうでもいい動画をまた見続けてしまったりとか、っていう風に、そのなんかループに陥ってしまいますよね。うんで。こういうことが起こる理由っていうのは、結局のところも間が入ってるからなんですよ。 そこに脳が機能が低下し回転数が落ちたからそこに間が入れるようになるんですね隙間ができるからですだからこの隙間をなるべく作らないそのなんか無防備になってしまう時間っていうのを減らしていくっていうのが大事になってくるそしてゴールデンウィークを生活する過ごす鍵になってくるんですよねここがここで 結局のところ回転数が落ちて、ああ、もうだるいな、仕事も行きたくねえし、なんかゴールデンウィークって何もなかったな、なんか結局、ああ、なんかしんどいな、だるいな、みたいになるのか、それとも、あめちゃくちゃ充実したゴールデンウィークだったなって、一気になんか自分の境地上がったな、みたいな、<laughs> 自分の感覚も上がったし、あなんかこう仕事ももっとこういう意欲で取り組みたくなってきたな、みたいな、ふうになっていくのかの違いが出てくる。で、そういう人はもう本当に心の軽さとかも全然違うし、えー、意欲って、 暑さっていうのも全然違うから人と接するときとかも人に優しくできたりとかぬくもりを持って接することができたりとか人のことを理解できたりとかってしてんとかコミュニケーションがどん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 良くなっていく人もいれば好きにやられて間にどん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 入られてしまってなんかこうバットになっていったりとかノンフローになっていったりとかってした人っていうのはどんどん空気が重くなっていって人と関わるのが億劫になって何もかもが面倒くさくなってっていうふうに落ちていってしまうってことなんですよねうんだからやっぱり大事になってくるのは回転数を上げることです とにかくこの休みの期間、家にいるのであればどんどん回転数を上げていく、この回転数に意識を向けるっていうのはめちゃくちゃ大事です。だらだらしたりとか、何もしていない時間が増えてくると脳は本当に余計なことを考えてしまうので、なのでそれを絶対に守っていくと、プロテクトしていくっていうのがすごい大事ですよって。で、この下に書いてるのが、まあ、精進干渉して不善をなすという言葉があるんですけれども、これは要はですね、もう精進が干渉してです、ね、暇を持て余してしまうと不全、不善、不善、余計なことをしてしまうよって。 いう言葉がなんですけれども、これをねしっかりとこう頭の中に入れておかなきゃいけないなっていうふうに思うんですよ。僕らはほんの暇を持て余すと自分にとって良くないことをしてしまいます。自分にとって良くないこと、例えばダラダラしてしまう、ずっとスマホを見てしまってボーっとしてしまう。 えー、無防備な時間になってしまう、ダラダラしていっぱいいろんなもの食べて太ってしまうとか、いろいろあるじゃないですか。いやそういう時って、やっぱ後から後悔するじゃないですかで。後悔するっていうのは自分を責めるってことだから、それでどん,どん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 自分の精神も自分で責めていってしまうってことなんですね。だから、自分に自信がないとか、自分って変われないよとかって言ってると、実は普段から自分を裏切るようなことを繰り返してるんですよ。その裏切ってしまう理由っていうのは、この回転数が落ちた状態で間が入ってるからってことなんですね。だから 普段の自分が全然ダメなんだって思う必要ってなくて、そうじゃないんですよ。間にやられてるからなんだって。だから自分をどうやって守っていったらいいのかっていうと、回転数を上げることだよって。じゃあ回転数を上げるために何したらいいのかっていうと、要は毎日大事にすることを決めることだよって。毎日何をやるかっていうのを決めていくことだよって。 そううするる。と、ま、っていうものにハッキングされなくなくだからネガティブになったりとか押していったりとかってすることもなくなっていくんだよって人としてもっと燃えて人と接するときに感化できるようなかっこいい生き方ができるようになっていくんだよってことなんですね。で、この、 10日間ですよね。この10日間ではとにかくこの間にハッキングされないために毎日これをやるこれをやるこれをやるっていうのを決めて自分の1日をクリエイトしてほしいなっていうふうに思っているんですね自分はこれを大事にしようとして1日を過ごしたその結果こんなことを感じましたみたいなね、うん、今まではこういうふうに思ってたんだけれどもこれを意識してやってみたらこんな変化がありましたとか、えー、そういったストーリーを10個作っていこうということなんですよ それを10個作っていくことができたら、一気に人生で変わっていくし、この10日間がめちゃくちゃ濃くなります。この10日間で1年分以上、今までの1年分以上の濃さをゲットすることができるんですよ。だって、今まで、例えば昨日、おととい、あなたは自分の1日の中でストーリーを1個作りましたか今まではこういうふうに思ってたんだけれども、これを今日 1, 1, 1日意識してみたら、こんな変化があったよってことを、今まで人生の中で何回やりましたってことなんですよ。 たとえ20年生きようが30年生きようが40年生きようが50年生きていようがこれを繰り返していないといっていうのはやっぱ人生の厚みがないんですよねだから今この瞬間に何年分もの人生の厚みをゲットしてやるっていうぐらいのつもりで10日間過ごしてほしいなっていうふうに思っているんですよそのために僕は日々毎日ですね動画を頑張って上げていきますのでその動画を見てああ自分これやらなきゃなと思ってやってみたことを どん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 発信ししてててててていいいくっっっっこととをややててほしいなな思るんんですよそうやってみんなでどんどどどんんん盛り上がってみんなでやっているっていう感覚でやっていてほしいなっていうふうに思っているんですね。このみんなでやってるっていう感覚ってめちゃめちゃ大事でみんなでやらないと人ってなかなか変われないんですよ。一人でやろうと思っても実は人って自分の力だけで何も変えられないんですね。人っていうのは常にいろんな人との連携の中で生きているしあの人が頑張ってるから自分も頑張ろうみたいな経験ってよくあると思うんですよ。僕自身もそうでなんかバスケットボール 部時代なんですけど僕、バスケットボール部に所属してて、あんまりね、こう、一人でいろいろ頑張るとか、持久力をずっとね、あのー、持たすっていうのは無理なんですよね、僕は。やっぱり一人で練習してると、どうしても30分くらいで、ああ、もしんどいなって思ってきちゃう。でも、やっぱりみんなでやってるってなると、4時間とか練習できちゃうんですよ。自分の壁をどん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 超えていけて、しかも苦にならずにみんなと一緒に楽しくやってるっていう感覚で練習して、うまくなっていったんですよね。うん、でもこれっっってて大人にななななるとみんなわなくなってっちゃうなってなんとか 自分の中でだけでで完結しししよよううととててまっったりとかでするになってでもそれって結局他力を使えてない自力に偏ったやり方だから限界があるんですよねだから自分一人で変われないからって言って嘆いていくみたいなでもそうじゃないでしょって。 これからっで、それをこうどん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 促進していって、みんなで本当に変わっていきたいなと思っているんですね。この10日間で僕のコミュニティのメンバーにはもう一気にこう高まっていってほしいなと。なんか一気に人との関わり方とかも変わって、なんか人と話す中で相手にぬくもりを感じさせても感じさせれてみたいな、そんな状態を作っていってほしいなっていうふうに思っているんですね。だから今回本当に面白い企画をやろうと思ってて、まあ、これね、あの前もって音声聞いた人もいると思うんですけれども、とにかく ツイッターでアウトプットしていくっていうことをみんなでやっていきたいんですよ。ツイッターでみんなでアウトプットしていくですね。あのー この下に書いている、あの、ハッシュタグ、ぬくもりゴールデンウィークって書いてるんですけど、このハッシュタグをつけてもらって発信してもらうと。今日はこんなことをやったとかでもいいです。とにかく、なんか今日はありがとうって30回言ってみたとか、そんなレベルでもいいので、とにかくどん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 ツイッターでツイートしていくと。自分はこれを今日やって、これのこと気づきましたよみたいな。で、このハッシュタグをつけていると、何がいいのかって、このハッシュタグっていうところをタップできるようになるんですよね。で、タップすると、このハッシュタグで投稿している人たちが一覧としてバーって出てくるんですよ、ツイッターで。 だから自分たちと同じことをやってる仲間たちのツイートが見れるようになっているんですよね。でそこへ行ってみんなでこう盛り上げていってほしいんですよ。あこれもいいねいいねいいねみたいな感じで盛り上げていく。でそうやって自分がコミュニティに加わって盛り上げていくっていう感覚を養っていってほしいんですよね。人、うん、人のために動く人を盛り上げる これが結局のところ、あいつの接し方一つにつながってくるし、自分を盛り上げるっていうことにもつながってくるんですよ。人って自分の利益だけを考えているときって何もできないんですね。でも、みんなのことを応援しようとか、みんなと一緒にやっていこうって思ったときに、本当のエネルギーが湧いてくるし、それをやっただけで、あ自分の心が高くなって、自分も頑張ろうってなってくるんですよ。だから、とにかくそうやって、みんなのことを応援していくんだ。自分は、みんなは自分の一部なんだっていうふうに思える人が結局コミュニティを大きくしていける人だし、 人人かから好かれる人なんですよだってそういう人っていうのはコミュニティリーダーとしてなんていうか素質がどん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 上がっていくからですね。だそうやって人を盛り上げられる。あなたもそうじゃないですか。自分のことばっかり考えてる人よりもいろんな人のことを盛り上げたりとか応援したりしている人の方が魅力的に見えますよね。だからそういう人に自分たちもなっていこうということなんですよ。それを一気に、えー、高められるのがツイッターだなというふうに思ったので、えー、今回は本当にね、一人一個でもいいのでアカウントを作ってもらって、そしてこのシャープ、ぬくもりゴールデンウィークっていうのを っ、えー、って、えー、統合しててししほいなと思ってますそこに僕もどん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 飛んでいって、いいねをしたりとか、えー、返信したりとかってしていって、バーって盛り,上げる盛り上がる10日間にしたいなと思っているので、家でね、だらだら、なんかこう、マイナスになって、あコロナがなければなとかって思って生活するんじゃなくて、あこのおかげでみんなで一気になか仲良くなれたし、みんなで一気に盛り上がれたなみたいな、えー、そんな10日間にしていきたいなっていうふうに思っています。なので、ぜひですね、この動画を見て、自分何かをしようって決めてですね、一つ、何でもいいので決めて、そして、えー、こんなことやっていきますとか、このとか、 絶対に、えー、何かを変えていきますみたいなことを宣言してもらえたらなと思います。えー、それを僕はどん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 見に行って、いいねをしたりとか、返信したりとかってしますので、みんなでどんどん盛り上げていきましょう。ということでですね、今回の内容をまとめておきますと、 人が変わっていくためには、日々の習慣がすごく大事だよと。何か一発逆転の何かがあるとか、何か大きなノウハウがあるとか、なんかこの環境にいたら変わるとかじゃなくて、もちろんその要素もちょっとあるんだけれども、結局大事なのって今目の前のことを自分が変えていくことなんですよね。だから今目の前のことを変えていく、日々の習慣を変えていくっていうところをしっかり見ていこうよってこと。そして二つ目は、人は好きができると間にやられちゃうんだよってことですね。人は好きができると間にやられてしまうから、好きを作らないにしようよと。 うん、でそうするために脳が、えー、ハッキングされてしまわないように毎日自分はこれをやる今日はこれをテーマに生きるっていうのを決めていってほしいなっていうふうに、えー、思っておりますと、えー、そうですねなのでまあで今日結局じゃあ、あのー、何をしたらいいのって、うん、自分でなかなかそれと決めれないよっていうのもいると思うのでじゃあ一つね、まあ、今回の内容を あの踏まえた上でね何をしていったらいいのってことなんですけどまあさっきね僕も例に挙げたと思うんですけどやっぱりこうねありがとうを探していくっていうのは是非やってみてほしいなっていうふうに思うんですよ手始めにねほんとねそれだけで自分って普段全然大事なもの見れてなかったなとかっていうのは気づくと思うんですよ自分が今座っている椅子自分が今生活している家 えー、ここに感謝を持とうと思った時にいろんなものの背景を感じ作る人生産者の顔を感じ、えー、そして自分がこうやって生まれてきて、えー、何不自由なく生きてきた、うん、でも地球の裏側ではそうじゃない人たちもいるみたいな。 ふうに視野がどんどん広がっていくと思うんですね。ありがとうを持つと。だから、えー、こうやってありがとうのイメージを持っていく。うん、自分以外のところに、えー、目を向けていくことによって、間からは守られるので、回転数っていうのは上がっていくので、自分の方に向き始めると回転数は下がります。なので、自分の外側にどん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 向けていくような感じで、ありがとうを探していくっていうことをぜひやってみてほしいなと思います。なので、えー、ツイッターで投稿するときも、ありがとう、こういうところにもありがとうを感じたよとか、あ自分ってこういうふうに生きれてるだけで実はありがとうだったんだなとか、ね、そ,その人にシャープ、あの ぬくもりゴールデンウィークとかって売ってもらえたらいいので、えー、そうやってですね、どん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 盛り上げていって、そしてそのシャープ、ゴールデンウィークの仲間たちですね、をどんどんいいねしたりとかリツイートしたりとかってして、仲間同士で盛り上げていってもらえたらなと思います。ぜひ一緒にですね、10日間、えー、走り抜けて、この10日間で一気に変わっていくってことをやっていきましょう。ってな感じで、今回はこの辺で終わりにしておきたいなと思います。最後までありがとうございました。失礼します。